こんにちは、ダイレクトな社長の広島です。今回はメロディーに対してカラフルなコード付けをする方法を紹介していきたいと思います。ぜひ一緒に演奏してみましょう。それではやっていきましょう。オリジナル曲を作るときやカバー曲をかっこよくアレンジするときなどにどのようにメロディーに対してコード付けをするかというのがポイントになると思うんですが、やはり多いのはなかなかそのダイアトニックコード、基本のコード以外のコードが付けられないという悩みなんですね。じゃあ、これに対してどのようにアプローチしていけば多彩なカラフルなコード進行を付けられるかというのをちょっと実際にやってみたいと思います。例題曲としまして誰もが知っている大きな古時計でやってみたいと思います。わかりやすくキーを C にして一番シンプルな形でやると今はもう動かないその進行になります。今やったのが C、G、そして C、F、そして C、G、C、3コードと言われるやつですね。1のコードと4のコード、そして5のコード、この3つのコードさえあればコード付けできますよという流れもありますが、やはりそれはですね、現代曲ではそのまますんなり OK とは言えないと思います。童謡などであればこのままでいいんですが、やっぱり現代曲はかなり、後ろにつくコードもカラフルじゃないとやはり面白くないので、もちろんこの今の今はもう動かないその時計という流れは間違ってはないんですが、やはりカラフルではないですよね。まあこのベーシックからどのように変えていったかいきましょう。まず簡単にできるのは同じダイアトニックコードの中で代理のコードを使うことですね。そうすると今 CGCF とやったようなところで CGC の代わりに Am を置くと、これはもう機能的に一緒なので今はもう動かないに対して今はもう動かないという感じ、ほんのり変わった感じですよね。しかし皆さんがやりたいのはこれぐらいではないと思いますので、さらに拡大な解釈をしていきます。ここからが面白いもので、拡大解釈をするということです。ありかって言われるとですね、音楽理論のまず考え方なんですけど、法律ではないのでこうしなくちゃいけないよって考え始めるといきなり首を締め付けられるように窮屈な感じになっていって、あ、こういう並び方もできるんだというふうに捉えると音楽理論に対してもっと学びたいという意欲ができると思います。例えばですね、ここの F に向かう F に向かうために2-5を入れてあげようと。2-5というのは、F に向かっての2なので G、 そして5が C という流れですね。そうすると C から G 行って今度は Gm-C7F と、ここに F に向かう2-5-1としてみましょうと。そうすると今はもう動かないというふうに今度は F に一回スポットが入ったような流れになりますよね。そして CGC、 この流れもちょっと流れがもったいないのでその時計の151に対してじゃあ同じように C に向かう2-5、その時計としてみましょうね。そうするとこのように C に向かう2-5-2-5-1というコード進行を覚えたらすぐそれを使ってみる。そしてそうなった場合は最初にやった場合とどう違うかというのを必ず比較して体の中に落ちるという感覚を覚えることですね。1番の、じゃあさっきの2番号をつけるとこれを1、2、3
とでもしましょうかね。まず1番、今はもう動かないその時計に対して2-5を入れた3番、今はもう動かないその時計という流れ、だいぶ流れがカラフルになってきましたね。このように拡大解釈をしていけば、どんなコードでも結局はありということになってしまうんですね。そうすると、音楽は自由だ、もう何をやってもいいとなるんですけど、何をやってもいいわけではなく、意図があればそこに向かうために何をやってもいいというのが、正しい方法だと思います。例えばですね、ここはメジャーキーで今やってるんですが、あえてそこにこのマイナーキーをから使うコードを入れてやろうと、 C から今はもうのところに C メジャースケールですね、これを一瞬 C マイナースケールって考える、こういうことをモーダルインターチェンジと言って、一時的にそのマイナーから持ってくるというテクニックがあるんですけど、そう考えてみれば、今はもうに対して今はもう動かないという流れだって OK といえば OK になります。どんどん拡大していくという感じですね。僕の考え方なんですけれども、自分が画家だったとして、ダイアトニックコードのこの7種類っていう標準は赤、青、黄色とか、もう代表的な色だけという感じなんですね。それに対して先ほど言ったモーダルインターチェンジというマイナーから出てきたものだったり、セカンダリードミナントだったり、パッシングオブディミニッシュだったり、いろんなコードがまだ可能性があるんですけど、それらを覚えていくと、赤、青、黄色以外の薄い紫とかピンクとか、青の中でもくすんだ青とかスカイブルーとか、いろんなちょっと細かいニュアンスが出せるといった発想になってきます。ではですね、そこら辺をさらにもう本当に拡大して考える方法として、ですね、4シャープ F シャープのマイナーセブンスフラットファイブから全部半音進行で動いていくような流れ、これもありかなしかは皆さんが聞いて判断してください。今はもう動かないその時計。というものすごく、いろんな解釈をして作って流れ、今のをコード進行で言うと F シャープマイナー7のフラット5から F のメジャーセブンス、そして E マイナー7で、ここの次に、パッシングディミニッシュですね、 D シャープのディミニッシュ、そして251の D マイナーセブンスから G7 をやって、ここまでが今はもう動かないときて、その時計、普通だったらいいで終わるんですけど、さらにも引っ張る、いかに引っ張るかなんですけど、その時計いいまだ終わりませんという流れを作ってとやったのが、今はもう動かないその時計 E から E フラットのメジャーセブンスを1小節 C4 をさらに A フラットメジャーセブンスを、どうやったかな、2-3-4-1-2 拍ですね、ここで D フラットのメジャーセブンスをやって、最後に C メジャーセブンスに落ち着いたという感じです。解釈としては、随分そのここはですね、半音ですね、ここまではポイントとしては半音ずつ下がるクロマチックのアプローチ、そして今度は E フラット
A フラット G D フラット、もこれは分かりやすく言うとゴールまで解決すると見せかけて引っ張るという状態ですね。 F シャープマイナー7のフラット5、そして F のメジャー7、そして E マイナー7、そして D シャープのディミニッシュ、そして D マイナー7、そして G7で、ここから E フラット3のフラットのメジャー7を入れて、6のフラットメジャー7、そして2のフラットメジャー7、そして1。こうすると今はもう動かない、その時計に対して今はもう動かない、その時計。進行をつけることも可能になりました。まとめていくとですね、まずはもちろん最初の基本中の基本として、ダイアトニックコードの7種類をちゃんと使いこなせるようにしていく。しかしこれだけで OK ではないので、ダイアトニック以外のノンダイアトニックコード、これは分数コードからセカンダリードミナントからパッシングオブディミニッシュとか、いろんなコードがあります。そしてモーダルインターチェンジとかもいっぱいあるので、それを学ぶこと、そして、学んでみたらそこでなんだこんなのも使えるんだじゃなくて、もうどんどん他の楽曲に応用したり自分のオリジナル曲に使ってみること、そして、実際やってみると、うまくいくことはそんなにないんですよね。でもその実験をやっぱり繰り返すことで、そのハーモニー力がやっぱり上がっていくので、僕もまだまだうまくつけられない場合もあるんですが、いろんな楽曲で試すことによってちょっとずつちょっとずつそのハーモニーのつけ方がカラフルになってきているということを実感しています。で、本当にこの音楽理論とかは本だけ読んでもなかなか難しいところなので、できるだけこういった動画などでも分かりやすく伝えようと思いますので、これからもご視聴よろしくお願いします。失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。